巨人王城の成績、ウォーホボ森と同等や、なんか叩かれてる印象やけどこんなすごかったんか、リードクリアにめちゃくちゃ叩かれてるイメージ、こんな打てるキャッチャーやショートがいて4位の球団ってもしかしてレーンな方がマシ？ OB とファンからはリードで叩かれ腹からはギダを強要される。ノーアウト一塁で大城か、うんばんと、こいつファーストにして小林使った方がいいだろう。巨人みんな打撃成績へなホームランも任すかやし。マクブルームに満塁ホームラン打たれた時のリードはさすがにないと思った。巨人って誰が星やってもリード叩かれるよね。リード中嫌いの里崎と担当スカウトの岡崎しか味方いない人。このレベルの打者ならバント基本いらんくね。FM にキャリアハイとか年俸爆上がりするのか、フロントにもリード注意ってしぶられるのか見物やでな。リードがそんなに大事なら投手の誰よりも給料払わないとな。5年20億くらいで契約かな。こいつを叩いてるの小馬マンだけだと思い込んでたがそうでもないみたいだな。戸柱レベルと思ったのによう伸びたな。大城叩いてる巨人ファンいたらやばいだろ、いなくなったら再開争いするぞ。ホスとして死んだ年の阿部くらいには売ってるんやな。こいつ全く怪我しないから和田みたいにキャリア長そう。実際もういい年なのに毎年成績上げてるし。ご視聴ありがとうございました。